今起きました。2日目です。さあ行くぞ。ということでね、2日目しっかり準備もできたんで、早速出発したいと思います。全く行くところは決めてませんが、はい、外はこんな感じです。なかなかいい天気で、昨日よりね、昨日相当曇ってたんですけど、今日はなかなかいい天気なんで、とりあえずね、行き先を決めずにブラブラして、はい。何が起こるかどうかは僕もわからないみたいな、そんな感じで行こうと思いますので、はい。次、回る動画に、はい、よろしくお願いします。ちょうどうちのホテルから目の前に、ユニバのね、あれなんですかね、試打室みたいな、なんか事務所みたいな。あれ多分、あのポスター、ゲッターマウスの、あれ寝台のゲッターマウスのやつですね。はい。6.5 号機の信号に向けたアデリオンとカプコングループ期待してます。とりあえず今から市場っぽいところに行こうと思います。ここからホテル出てすぐ右曲がって2キロぐらいにあるっぽいんですけど、そこに行こうと思います。はい。信号がね、やっぱ大阪兵庫だと横なんですけど、やっぱ雪国ということで縦の信号、これすごい珍しいですね。はい、なんか屋根というか上のやつも長いし、やっぱし違いますね、新潟は。あの大きい建物が多分昨日行った時メッセなんとかかんとかのとこですあの大きさは間違いなくね、あそこの多分31階が昨日行った展望室なんですよね。そう考えるとやっぱし大きい。あれ、ここにパチンコ玉ありますよ。これパチンコ玉怪しいですね。これ事件の匂いがします。これはどこのパチ屋か分かりませんが、やっぱし猛者がいるみたいですね、この新潟にも視聴者の皆さんのようなね、ガチ勢がこの町にはいるかもしれません。一つのパチンコ玉があれば残り100玉ぐらいねあると思うんで、どっかに、はい、そういうもんなんですよ、パチンコ玉ってのは。着きました。ピアマンダイです。ここにね、あの回転系のなんていうんやろ、海鮮市場みたいな感じのところなんで、今から向かっていきたいと思います。はい、ピアバンダイです。わかんないです到着しました、鮮魚センター。今から入ります。63は本日の日替わり定食の煮魚にしました。はい、メバルのね、煮付けがすごく気になって、かつね、やっぱコシヒカリをね堪能したいので、まあ、それ以外にもね、漁師汁とか漁師飯とかいろいろあったんですけど、とりあえずやっぱしね、白米だけを食べたいということで日替わり定食いただきます。ということで来ました、煮魚定食。やっぱしこの米のね、輝きが全然違うんですよね。で、このメバルが、で、あら汁、刺身、これでね、税込み990円っていう最高のね、お昼ご飯を今からいただこうと思いますので、はい、ぜひ来たと、新潟来た時はこの、これなんか広告してるみたいな感じですけど、港食堂へ、はい、お願いします。じゃあ早速いただきたいと思います。で、僕のお魚を食べる動画というものをね、まだ撮れてなかったんで、この機会に煮魚いただこうと思います。いただきます。めちゃくちゃ美味しそうやん。ちょっと焼き魚じゃないんですけど、
煮魚いただきます。いや、まずはご飯からいただきます。ご飯、めちゃくちゃうまい。ちょっとね、あの他のお客さんがいらっしゃるんで大きな声では喋れないんですが、これは美味しい、本当に。これは本当凄まじいですよ、本当に。煮魚もね、もうすぐポロッと取れて、恐ろしい。あら汁いただきます。すごい生姜効いてて、普通のあら汁ってどっちかというとお吸い物に近いんですけど、しっかり生姜と味噌で味付けしてあって、すごい味噌汁に近くて飲みやすいあら汁っていうね。かなりこれご飯に、やっぱ生姜が入っちゃうとご飯に合うんですね。刺身はもちろん安定に美味しいっていうね。花火でですか。でも本当にやっぱしご飯が美味しい。お刺身醤油かけずに食べてた。醤油入れないと。で、僕あのこう見てわさびが大好きなんでね、結構わさび入れちゃうんですよね。間違いなく米がうまい。もう兵庫とかともう全然違う。さすがコシヒカリっていう、まあ、総括すると全て美味しいっていうね。海鮮も美味しくてご飯も美味しくて新潟は最高ということで、はい、あの認識できました。私新潟はいい場所です。ものすごく料理が美味しくて、かつね景色も綺麗くて海もあって最高です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なかなか美味しくいただきました。いや、お昼からねめちゃくちゃいいお店に来れてよかったです。やっぱしご飯が美味しくてね、かつ海鮮も美味しいっていう、やっぱし新潟に来たらね美味しいものを食べまくるのが大正解だなと改めて思いました。まあ、今日もね、今日はとりあえずもう食べて食べて食べまくる日にしようと思いますので、はい。最初見た看板とは違う店に来たんですけど。でもあそこはね、いや、ほんと中落ち定食っていうね、あの有名な550円で食べれるね、あのスプーンで食べれるトロを食べたかったんですが、あの調べると時の運らしく今日はなかったみたいで、またいつか新潟に来ることがあれば挑戦したいと思います。はい、昨日来たこれが時メッセです。そしてこれがなんかあの説明だと信濃川みたいな。海にしかちょっと見えないんですけど、海かちょっと信濃川。でもね、明らかあんなでかい船止まってるってことは海なんでしょうね、これ多分。ちょっとわからないんですけど、もしかしたら川と海があの混じる瞬間あるじゃないですか。ああいう場所なのかなと思って。でもあっちがもう行き止まりなんで、さらに海の可能性が高いっていうね。はい。浜風がものすごく気持ちいいです。これぞ新潟っていうね、ポットがあったんで、これはもうね、誰かに頼んででも、もう写真を収めたい。せっかく来たんだから。
せっかくなんでこの美術館でこれ見に行きます。多分昨日来た建物と一緒っぽいですね、ここ。しかも刀剣なんて最高じゃないですかね、浮世絵と。はい、着きました。昨日夜来た場所なんですけど、美術館の上はね、ちょうどここだったんでお昼バージョンでまた来ました。やっぱ夜と違ってね、かなり今日天気良くてすごい見えるんで、いい景色。お昼も綺麗、逆にお昼のが綺麗まであるっていうね、これ海がすごい見えるって。これが信濃川です。さっきの普通の海でした。これが信濃川ですね。ということでね、美術館も行って、時メッセ展望台お昼バージョンも終わったんで、とりあえずね、一旦ホテルに戻ろうかなと。まあいろいろと散策してね、動画に残すところは動画に残してるんで、とりあえず今からホテルに帰れた、相変わらずここでも神会っていうね、はい、ホテルに帰ろうと思います。いやでもね、めちゃくちゃ天気良くて本当に暑いぐらいで、天候には恵まれてまして、やっぱし六三のね、こういうところは持ってるっていうね、引きが強いとかわかんないけど、まあしっかり天候をやっぱ天津っていうのは嵐なんでね、嵐をいつも退けてるのではい、太陽を得れたのかなと思います。はい、ホテルに戻ります。今帰ってきてユニコーンでね、初打ちなのに、まあ、初打ちだから関係ないんですけど、ストレートで20球やられるっていうね。なんかもうずっとあの辺住みましたよ。お前は何のためにガンダムに乗るんだみたいな、あれは偶然なんですみたいなさ、なん偶然に乗るってっていうね、初打ちながら演出だけを楽しみました。右は楽しんでません、左だけ楽しんでましたということで、今からちょっとねゆっくりして晩ご飯をどっかに食べに行こうと思います。ということで今から晩ご飯に行きます。いい感じの店を見つけたので、そこに今から向かっていきます。マジでありえんわ、ほんまにストレートで20K なんか、昔はなんか全然 20K なんか、なんとも月下があった時なんかなんとも思わんかったのにちょっとパチンコスロットに離れてたら、もう1万円入れるのがすごい苦やった。めちゃくちゃ何の演出も大きいし、いやこれがさ、鬼武者とか好きなあれやったら分かるけど、打ったことない打ったことない機種にね行っちゃうって、もうずっとこれ言ってるわさっきから。無事到着いたしました、塩寿司です。いやうまかった、本当に。もうね、あの寿司はもう二度と食べれないかもしれませんが、最高にうまかったです。千代寿司、ぜひ。なかなかお値段はするんですけど、まあいいじゃないですか、たまには生配信動画で頑張ってるんで自分で言うのもあれですけど、はい、今日は贅沢をしました。とりあえずブラブラしに来ました。バスセンターね、あのバスセンターカレーが有名とのことで来たんですけど、まあ、もちろん閉まってるよねっていうね何も見ずに来ちゃったんで、閉まってたっていう。バスセンターカレーを食べたかったんですが、はい、閉まってますいや本当に誰もいなくて、今いやもう常にまたお昼も言ってたけど、また考えてしまうっていうね。これはもうマイナス 20K もうやめようぜ、もうなくしたことに。さっきのね、あの千代寿司でね、美味しいもの食べたんで、そこでもうマイナス 20K 使って、20K プラスはもうお通し代ってことで、もうそんな感じでもう、あれしたい。なんかいつものアマツと同じような発言をしてるっていうね。いいスポットを見つけました、これ。新潟の
いろんなあれですいろんなあれなんですよね、これサルスベリーって言うてスポットというか、はい、あ、激アツキャラです、これ絶対にレインボーじゃないですか、これね、これプレミアキャラじゃないですかね、新潟の、はい、そんな感じで本当にね、人がいるんですが、一人二人ぐらいでね、すごいポツポツとしかいないっていう、涼しい、なんせ涼しい、関西とかやっぱり涼しいですね、風が。こんな感じです。ということで、念願のね、新潟、うまい米を使ってあるという噂の松屋に今から行こうと思います。まあ僕といえば松屋なんでね、関西で日々愛し続けた松屋をこの新潟で最高の牛丼をいただこうと思います。はい、安定の松屋はね、もともと松屋美味しいんですけど、やっぱりご飯がね、もう鬼に金棒ですよ、本当に。ご飯のあのうまさ、あの立ったご飯、米、そしてもともと美味しいあのお肉、なんかお肉すらも美味しく感じたし、もうあの無料のあのお水さえもね、なんかすごい透き通った感じな美味しい松屋でございました。あのお腹いっぱいだったんですけどね、もうペロッと大盛り行っちゃって、またすぐに行きたいぐらいです。関西の松屋が食べれないかもしれないっていうぐらい本当に美味しかったんで、新潟来たらぜひね、やっぱ新潟来たらやっぱご飯、米を食べないと、しっかり米ですよ、米、しっかり米を食べてください、米を、はい、米です。